はい、こんにちは。西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、このマスク、以前にヘンテコリンさんからね、いただいたマスクをちょっと着用しての放送になります。今日はですね、昨日西粟倉村内放送でですね、こう各家々にですね、各家庭ごとに5枚マスクを配布するということでね、放送をこう動画でアップしたんですが、早速ね、今日マスクが届きました。5枚入っています。これはですね、多分ね、サージカルマスクだと思います。トリプロピレン製のね、ここにもね、コロナに負けない、みんなの意識が命を守りますというふうにね、マスクが届きました。あのですね、例のアベノマスクですかね、あれはまだうちには届いてないんですが、西粟倉村ね、行動が早いですね。もう昨日の放送で即もう今日マスクが届くということでね、西粟倉村長がね、青木村長というんでね、このマスクを青木マスクと名付けましょうか。青木マスクが5枚届きました。ありがとうございます。ではね、大切に使わせていただきたいと思います。ではね、報告までに放送をいたしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。